それでは金沢城の石垣に巡っていきたいと思います。お城マニアには城郭マニアと山城のなんかこう形的なものが好きな人と、あと石垣マニアとなってがいて、僕は どれでもってハマる人なんで、お城は何でも。天守としてはね、個人的にはやっぱり犬山城が一番見やすくていいかなと思うんですけど、国宝の中では一番見やすいですね。大きさ的にも入るし、他のねお城、大きなお城は確かにいいんですけどね、博物館になったりするんで、天守閣がちょっと違うでしょって感じはしますけど、先ほどの石垣とはちょっと違う石垣がこの見えてきてですね、ちょっとこうなんかのぞみ状態の部分から今度違う石垣が出てきます。ちょっと削ってますけど、表面を削ってもうなかなか登れないようにして、最初はただ単にでかい石積んでるだけですからね、いろいろですよ。私たちがなんかお城の天守閣のイメージで見てる石垣は結構後世、最後のお城作りの時の攻められにくいように作るための石垣って感じですね。これはまあそうですね、表面削ってますね。この辺り本丸ですね。本丸攻められたら終わりですからね、攻められないように、口に三の丸二の丸で防御、もしくは城の前で止める。もう降臨ですね、完全に天守のところが。金沢城も城お城が残ってたら結構すごい城だったと思うんですけどね、ほとんどなくなってますから。